ガンディアは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ、アリカンテ県との県境に近い。スペイン国内からの観光客が多く、夏季には、人口がおよそ25万人まで膨れ上がる。公式名は、バレンシア語のガンジア。1969年のアルコイガン、鉄道ガンディア皇帝イベリア人、ローマ人の遺構が発見されているが、現在のガンディアの基礎は、 イスラム支配時代に気づかれた。名前が歴史上に登場するのは1249年にアラゴン王ジャウマ一世が記したイーブレデルリパーティメントでバレンシアにおいてでガンディア村をペドロ王子に与えたことがわかっている。アルフォンソ4世はガンディアの防衛を強化しペドロ4世は1387年にこの工事を終わらせて税権をガンディア市議会へ与えた。 マルティン一世は、アラゴン王子アルフォンソにガンディア皇位を与えた。1485年、ガンディア皇領は、ボルジア家に渡った。封建的特性を持つ中世都市で、第二代ガンディア皇、フアン・ボルジアは、ガンディアに小さいが素晴らしい宮廷を築いた。1520年、バレンシアから、ガンディアまで含む、バレンシア王国のほぼ大多数が、ヘルマニア反乱に巻き込まれた。 反乱側は、ハティバとバレンシアで勝利した。1521年7月のベルニサの戦いで、ガンディアを占領した反乱側は、モリスコラをカトリックに強制改収させた。しかし反乱側は、ガンディア公フアンデボルハがフランシスカデカストローと結婚後に、勢力を減退させられた。ガンディア公フアンの子フランシスコデボルハは、1543年に、 第四代ガンディア公となるが、1551年に、長男カルロスに家督を譲り、自らは、イエズス会イとなった。フランシスコは後に劣勢された。16世紀、ガンディアは、トルコ海賊やフランス軍遠征から死街を守るために、死壁を強化した。新たな死街の中では1548年に、学校ができ、後に、教皇教書によって大学に昇格した。 大学は、現在ピアリスト修道会学校のある場所にあり、2世紀、あまり栄えた。1767年、大学を運営していたバルタサル、グラシアン、フワン・アンドレス、アントニオ・ホセでカバニリエス・ライエズ・スカイシが追放された。あと、1772年カルロス3世によって、大学は閉鎖された。16世紀まで、ガンディアの繁栄は続いた。 しかし1609年に始まったモリスコ追放で、正当業を担っていたモリスコがいなくなったことで、経済は破綻し、人口が減少した。その結果、復興まで約150年かかった。停滞時代は18世紀半ばまで続き、ガンディアクゲは、ガンディアからマドリードへ本拠を移した。スペイン継承戦争では、 バレンシア王国のほぼ全土がオーストリア・ハプスブルク家のカール大公支持を表明したのに対しガンディア公はブルボン家のアンジュ公フィリップを支持したガンディアはカール大公派の将軍ジュアン・バッセト軍によって陥落したブルボニエ側勝利でガンディア公は政治生命や権利を取り戻した1740年ボルハ家のガンディア公が着手のないまま死去し 皇位は宴席であるベナベンテ紅白爵ルイスのものとなった。1748年、ベナベンテ紅白爵位は、ルイスの娘でオスナ紅白夫人となっていたマリアアナが継承した。以後、オスナ紅白家がガンディアら位を継承した。カルロス三世時代、ガンディアで工業化が進み、繁栄の時代が始まった。19世紀、主観産業であった絹が、 薬病による解雇の全滅、外国産ギヌとの競争という二つの危機によって衰退した。アルコイガン鉄道が1892年に敷かれた。ガンディアのビーチ19世紀までは犬と星ぶどう生産が主要産業であった。鉄道ができ1893年に石炭運搬用庫ができると、現在も続くオレンジ栽培が盛んとなった。 ガンディア港は重要な漁港でもある。1960年代以降、海水浴を目当てとした観光が盛んとなった。ガンディアには長く幅の広い、黄金色の砂浜がある。伝統的に、マドリード近郊からの観光客が主であるが、近年は、イギリスやフランスからの観光客もやってくる。セーフランシスコ・でボルハ。ありがとうございます。